はい、どうも皆さん、こんにちは、ヤイオンでございます。前回ですね、任天堂スイッチはこちらのタタコンを使ってみようということでね、見事ね、タタコンの使用に成功したわけなんですけども、まあその時の動画にですね、コメントで、それでスプラトゥーンやってくださいっていうね、もうわけのわからないコメントが、まあ何個か来たんでね、まあその無謀なコメントに、まあ今回挑戦していこうかなと思ってね、スプラトゥーンを立ち上げました。はい、ということで、タタコン、こちらで操作していきましょう。まずね、まあ、ご存知の通り、まあ、これで、こうやれば一応できるんですけども、まあ、ご存知の通り、動けませんよね。はい、全く動けませんと。ということで、何もできないんでね、ちょっとね、まあ、ジョイコンの方を使って、まあ、一回移動して、まあ、ちょっと、タコツボキャニオンにも一回入ってみようかな。まあ、そこだったら武器がちょっと使えるんで。で、ここで、まあ、この辺で、はってこっち押す。まあ、そうするとコントローラー変わるから。で、まあ、こう押してあげれば、まあ、こうなるから。これで、いきまーす。まあ、まず A は何も動かないよね。で、これ R。はい。おら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 。ということができます。そしてここプラスボタンになってるんで、ここを押して左ボタンポッと押せば動きます。スロッシャーほっほっ。でカメラね、ちょっとずつ勝手に左行くんね、まあ、もちろんカメラも動かせられないですけども、まあこれで LR だね。できますよ。さあ他の武器も見てみよう。傘、そもそも傘が開けないでね。もうただのね、銃になってるね。チャージャー、あ、チャージャー、うん。か、ローラー。まあ、ローラーじゃないね。ただのフリローラーだね。もう塗ることすらできないっていうね。さあ、じゃあそして、最後に、シューターと。ポツン、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 ポツン。まあこんな感じでできると。まあいかにも潜れないですからね、インク回復も自動で吸われるしかないですよね。さあこれ頑張って当たらない。こいつは当たるか、当たらない。角度がダメだ。はい、ということで疲れたな、めっちゃ。こんな感じでね、まあ LR を、 LR じゃないね、まあこれ縁が R になってるんでね、まあ打つボタンなんで、まあ、こうやってね、かの連打でね、まあ、武器は撃てると。下はね、A ボタンなんで、スプラトゥーン A ボタン使わないんで、まあ何もなんないですね。はい、ということで、こちらでした。はい、続いてですね、こちら。ミニゲームを遊ぶ。こちらをやっていきたいなと思います。はい、イカラジオでございます。こちらね、こちらを、これ太鼓の達人みたいにできるんですよ。まあ我こそスプラトゥーンの達人ということで、やっていこうかなと思います。はい、これでね、まあ右と左がドンになっていて、まあ下の部分ですね、上がカで、赤いのが来たらドンね、上が来たらカで、この同時押しってあるんだけど、赤の同時押しはこれでね、左と、A になるから大丈夫なんだけど、右はね、あの、どっちも ZR だから、右の同乗しはできません。はい。それを考慮した上でやっていきましょう。では、スタートボタン、ここを押すと開始します。いきまーす。スタート。ほい。いいぞ。これはできないね。これもできない。さあ、行きましょう。はい、いいね、太鼓の達人だね。
反応しなかったな。同情し、あれ、そう。イエーイはい、ということでね、まあ、こんな感じでできると。他の曲もやってみましょうか。はい、これをやりましょう。じゃあちょっとね、これレベル、さっきノーマルだったんでね、ハードでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。スタート。これは無理だよ。ハード難しいな、ハード。さあ、次の曲いきましょう。はい、じゃあ続いてはですね、塩辛、塩辛節いきましょう。ちょっとノーマルでいきましょうね。はい。じゃあいきましょう。スタート。これは無理。いや。反応できないやつ多いな、これ悲しいな、ここ。はいまあこんな感じでいいね、やっぱ塩辛節だよな。はい、次の曲、ハイカラニュース、ティンタクルス。これ行きましょう。まあね、起動したら必ず聴くというね、こちらの曲ですよね。行きましょう。ダンダンダン、終わりだね早いな、この曲は。じゃあラスト、ラストといったらやっぱりスプラトゥーンといえばね、この曲ですよね。スプラタック、いきましょう。
おーいいいね、やっぱさすがね、スプラッタックだな。この曲だな、スプラッテンといえば。はい、ということでね、お疲れ様でした。ということで、5曲をね、ちょっとやってみたんですけども、できるね、普通にね。そう、ちょっとね、対応していないね、同時押しのかとかはね、これできないんだけど、まあね、できるからね、これもなんかね、もう、太鼓の達人スイッチバージョン発売しましたけど、もう、これでいいよね。楽しみよね。太鼓の達人気分でね、これできるよね。はい、ということで、太鼓の達人スプラトゥーンバージョンでした。ということで、今回は、これで終わりにしたいと思います。ぜひね、皆さんも、太鼓の達人やりてえなーでも買うのめんどくせえ。俺スプラトゥーン持ってんだよ。叩こまんだよなーとか思う人、ぜひこれをやってみてください。ということで。はい、チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。